今回は減価償却の決算整理の論点について学習していきたいと思います。前回減価償却という概念を学習しました。簡単に言えば固定資産の価値の減少を費用と考えるということです。これを踏まえて今から決算整理の説明をしていきたいと思いますが、改めてなぜ決算整理で残高を修正しなくてはいけないのかという理屈から説明したいと思います。具体的には画面に書いてある通りなんですけれども、言葉で説明してもイメージしづらいですから、タイムテーブルを使って説明したいと思います。例えば、期中に500万円の建物を購入して、小切手を振り出して支払ったとします。さて、そうするとどのような仕分けを行うでしょうか。答えは、借り方建物500万円。貸方当座預金500万円という仕分けを行いますから、建物勘定の借方に500万円と転記します。そして、この後建物に何かが起こらなければ、勘定の残高が変動することなく、期末時点の建物勘定の残高は500万円になりますが、この金額は購入した時の金額です。貸借対照表には、貸借対照表を作成した時点での時価を載せなくてはいけませんから、固定資産の購入価格ではなくて、経年劣化を考慮した金額に修正する必要があります。で、この仕分けは、直接法という方法と間接法という方法の2種類があるんですけれども、まずは直接法から説明したいと思います。例えば、期首に耐用年数50年、残存価格がゼロの建物を1億円で購入した場合について考えてみますと、まず1年間に経年劣化した金額はいくらでしょうか。答えは1億円割る50イコール200万円です。つまり、経年劣化による費用が200万円発生しているわけですから、仕分けの借り方には費用の科目を使います。経年劣化による費用を表す科目は減価償却費ですから、仕分けの借り方は減価償却費200万円となります。仕分けの貸し方は固定資産の価値が減少したということで資産の科目を使います。ここでは建物を表す資産の科目はそのまま建物ですから、建物200万円とします。で、ちなみに、これをそれぞれの勘定に転記しますと、減価償却費勘定の借り方に200万円、建物勘定の貸し方に200万円と記入します。なので、建物勘定の残高は9800万円になって、貸借対照表には建物9800万円と載ることになります。ただ、これには一つ問題があって、例えばこれを40年繰り返しますと、トータルの減価償却費は200万円 ×40 年で8000万円になって、貸借対照表には建物2000万円と載ることになります。そうすると、貸借対照表を見た人は、その会社が経年劣化して2000万円になった大きな建物を持っているのか、それとも2000万円のこじんまりとした新しい建物を持っているのかがわからないんです。で、なぜこういうことになってしまうのかと言いますと、当然固定資産の勘定の残高を直接減らしているからです。そこでこのような弊害を避けるために間接法という記帳方法があります。同じ例を前提に間接法による記帳方法を説明しますと、減価償却費という費用が200万円発生していますので、仕分けの借り方が減価償却費200万円となるのは変わりません。で、先ほどの直接法は、資産の勘定の貸し方を増やしたのがまずかったですから、固定資産の勘定の残高を減らさないために、
別の勘定の貸し方を増やします。要は、減価償却した金額を把握する勘定を別途用意して、そこに転記を行うわけです。そして、その勘定の名前は何かと言いますと、減価償却累計額勘定という勘定です。したがって、仕分けの貸し方は、減価償却累計額200万円となります。で、これをそれぞれの勘定に転記しますと、減価償却費勘定の借方に200万円、減価償却累計額勘定の貸方に200万円がそれぞれ増えます。そして、固定資産の勘定と減価償却累計額勘定を並べて、固定資産の勘定の残高から減価償却累計額勘定の残高を引くと、固定資産の正味の帳簿価格がわかるという仕組みになっています。で、ちなみに、間接法で記帳すると、固定資産の勘定の残高が減ることはありませんから、貸借対照表には常に固定資産の取得価格が載ることになります。当然といえば当然ですけれども、重要なポイントです。それでは最後に、精算表形式の問題を解いて終わりたいと思います。例えば、画面にあるような精算表が資料として与えられて、備品はすべて前期以前に購入していて、耐用年数は9年、残存価格は取得価格の 10% であるという情報が与えられた場合について考えてみます。まずは、減価償却費の記帳方法の確認から行ってください。この問題では、減価償却費の記帳方法は推定することとされていますが、精算表に減価償却累計額があるということは、間接法で記帳しているとわかります。よって、決算整理仕分けの形は、借方減価償却費、貸方減価償却累計額となります。それから、間接法で記帳しているということは、固定資産の勘定の残高。ここでは備品の100万円は取得価格であるということになります。さて、これらの条件を整理すると、当期の減価償却費はいくらになるでしょうか？答えは、取得価格の100万円から残存価格の10万円を引いた90万円を9で割って10万円と求めることができます。では、これを踏まえて、決算整理仕分けを作ってみてください。答えは、借方減価償却費10万円、貸方減価償却累計額10万円となります。この仕分けをもとに、精算表を埋めますと、減価償却累計額の行の修正記入欄には、貸方に10万円と書き込んで、精算表の空欄には減価償却費、同じ行の修正記入欄には借方に10万円と書き込みます。したがって、備品の行は貸借対照表欄の借方が100万円となります。また、減価償却累計額は資産の金額を間接的に控除するためのもので、貸借対照表に載せますから、減価償却累計額の行は、貸借対照表欄の貸方が30万円となります。最後に、減価償却費の行は、損益計算書欄の借方が10万円となって完成です。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。